戦略的利益を共有する日本と NATO はその絆を深めています。世界のどこであっても力による一方的な現状変更は許してはならない。また法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜いていかなければならない。こうした点において一致をすることができました。